ランク要チェックやで。黙ってはい、アクションひとゆきです。お願いします。そして思いっきりのりの柿沼さんです。よろしくお願いします。ちょっとの謝罪なんで。スラムダンクの映画化がね、はい、いよいよ12月3日ですか。うん、ザ・ファースト・スラムダンク公開されますけれども、はい、僕も以前自分のチャンネルでスラムダンクの好きなシーンを語るっていう動画を出してはいるんですけれども、うん、やたらトリッキーなやつね。突然誰かいるやつでしょ。半年前にね、僕の相方が、ね、このカメラの後ろ側にいてっていう、うん、で今回ちょっと柿沼さんとね、さっきまでおまけの夜のチャンネルで散々喋りましたから、散々喋りましたので、うん、だったらちょっと柿沼さんのスラムダンクも俺聞きたいなと。あー、で結構あのおまけの夜の方では割とこうニッチなというか、うん、ピンポイントで当てに行ったじゃないですか。俺の思い出語れないよね。そういうことです、そういうことです。好きなシーンはやっぱあれかな、じわってやつ。あー、三能線の。あれがいい、好きなんだよな。敵チームの監督ね、うん、三能線になっちゃうんだけど、はい、そう、三能線の湘北が最初調子いいんだよね、はい、で殿下の宝刀ゾーンプレス食らって、はい、あの中盤で点が止まるじゃん、はい、ですごい点差が開いてくんだよね、はいはい、あそこがいい。あ、絶望のところが、あ、もうあそこら辺から緊張感がやばく、確かに緊張感、なんか悪運がどんどんこ暗い方に行って、はい、やばい、今までのなんかスラダンの試合の感じと雰囲気が違う、明らかに。だからあれですもんね、おっしゃってましたけど、あの赤木の努力が報われない。あ、そう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 、俺の好きなね、赤木の努力が報われない、あのそのインターハイ行くからこれぐらいは覚えとかないとなみたいな感じで、あのははるこさんが見てる前でこれ持ってこうシュッてこう行くやつ、ずっとやってんですよね。そう、ずっとやって練習してるのに、あの川北兄に通用しないのよ。でその時のはるこさんの、そう、あんなに練習してる、そう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 、やば、絶対通、そう、通じないっていう、怖すぎるんですよ、うん、俺だから三能のその負けた後のこれもお前らの財産になるまで徹底してる感じがいいよね。そうですね、あの監督すごいんだよな。いいよね、すっごく優秀なエリート監督なんだろうなって感じだよね。でも意外とこう情に熱いというか、うんうん、人間としての部分があって、うん、俺ね、だから三能戦になるじゃないですか。で次の映画がね、うん、どこ描くんやと。そう、何描くんだろうね。俺三能戦だと思ってるんですよ、うん、予告編の段階だとね、あのチッ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 、なんかその多分あれ無音演出をしてんのかなっていう感じにちょっと思えるから、る、ね、あれ三能線のあそこやってんのかなっていう、あ、それを思わせてんのか、多分。だから俺ね、もうその三能線のね、うん、選手の心情を後半あんま語んなくなるんですよ、うん、外側の人たちの心情になってくるんですよ、うん、彫刻に入ってよかったってこう泣きながら言って、うん、あーってなってた、ここに二人もいるぞ、うん、みたいなところとかの、うん、なんか外の人たちが飲み込まれていくっていうのがもう俺も震えるっていうか、なんかあれさ、確か無音になる前だから、桜木が背中痛めてでビキーってなって、うーみたいな顔して、うん、あそこから嫌じゃん。なんか俺はその俺の YouTube でも言ってるけど、桜木が練習でここまで来てるっていうのがやっぱ少年漫画としてのものすごいカタルシスがあって、はい、どこまでも行くんだ桜木はみたいな、最高なんだ、天才なんだ、練習で行くんだみたいな感じの中で、あの綾子さん、綾子さん、綾子さんさんがさ、ここまでこんなに急激に成長してきた桜木くんがみたいな、たった4ヶ月で手に入れた練習量なんて、うん、すぐに失ってしまう。そうそうそう、あそこで、ああもう俺はもう嫌で嫌で、え、桜木背中痛い、もうその漫画的に終わってっちゃうみたいな、なんかその、はいはいはい、もう終わるんだ桜木みたいな、もう嫌だーっていう時に、でさ、安西先生に、親父、お前の前世紀、あんたの前世紀はいつだ、全日本の時か。うん、俺は今なんだよ。世界がないけどね。ないけど、うん、俺の中では、うん、あの時にだから、それまで安西先生がこうメキメキと名将としての感じ出してきて、こうね、みんなをこうカバーしてみんなの上行ってたのに、うん、なんかあの瞬間桜木がなんか上行く感じで、安西先生も超えていくんかお前はみたいな、安西先生超えていって、うん、でも行けるんかってなった時に、ルカワが、うん、いつまで経ってんだ、もう試合だとドアホーっつって、うん、ルカワがこうコートにガッて引っ張ってくるんですよ、うんうん、で行くぞっつってやるのがもう湘北やべえ。確かにね、最強ルカワがやっぱ桜木を認めてるっていうね。うもう涙に見えなかったわけですから、もう試合が。試合が。はぁ、はるこさんだ。はるこさんなんだよね。結局俺らははるこさんなんだよ、ね。俺らははるこさんなんだよな。ただもう最後もう何も言えず、ブワーそう。私もあの後半とかは、シュ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 あれなんだ。あれをもし映画館で見れるんだとしたら、う
俺もやばいかもしれない。確かに三の線なんかな、無条件に。じゃ、いや三の線以外あります？うわ、あとでこの動画見返して、確かにな、それしかないか、無理か。だってあん、もう全試合、今日スラムダンクって試合数が10もないんですよね。ない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 。すげえ短いのよ。4ヶ月しかないから超短くて、で4ヶ月を6年かけて描いて、うん、で試合数も10もやってない。だから1個の試合がもうど傑作。うん。そう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 。全部語り継がれるべき名試合。うん。全部ベストバウトなんですけど、うん、中でもやっぱり三能戦は。もうね、行き切ったもんね。もう名シーンで言うとあれも好きだよ。もうほんと一番最後の、はい、あの、ミキオの。あれいいよ、なんか。あ、ミキオ頑張ってる。めっちゃわかる。最後ね、あーってなって、ミキオが、あーってなって、あーってなって、こっちだーってなって、あれ、ルカにパスするんだっけ、誰かパスして、わーって言って、うん、で、ルカが決めようとしたら、そこ。バーって来て、うん。そしたらもう、左手は、添えるだけ。シュッパーンパーンピューピーッシュパーンパーンザ・ファーストスラムダンクで、最後、千葉雄介が歌ってね。千葉雄介の歌でエンドロールよ。なんで千葉雄介？いやもう俺三能戦だから、みんな。確かに。みんな三能戦だよ。もう不安要素あるけど、三能戦見れるんだよ、映画館で。あ、そうなんだ。映画館で三能戦なんだ。三能戦です。ああ、なるほどね。だって以外ないもん。でも、ザ・ファーストスラムダンクだから、1話かもよ。だって1話やるんじゃない？ザ・ファーストスラムダンクってどういう意味？続けて。ごめんなさい、私バスケット部の小田くんが好きなの。やるの？やるよ。あっからやるの？やるやる。俺マジでそのタイトルの意味がずっとわかんないんだけど、スラムダンクって俺あの時代生きてきた人だったらみんな言ってたんだけど、スラムダンクしないよねっていうのがやっぱスラムダンクの定説だから、スラムダンクって、ね、まあこれゲームだと、はい、当時あ言うんだ、さ一番最初にスラムダンクでんバタメンみたいにでんつってダッ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 っていうね。そうそう、スラムダンクは、そうスラムダンクってタイツ、スラムダンクって技があるんですね、バスケにね、うんうん、こう激しいリング揺れるぐらいのダンクのことをスラムダンクって言うんですけど、うん、スラムダンクを、それこそ最初の初期の頃は、うん、桜木花道の持ち味はスラムダンクだったし、うん、赤木春子が桜木くんにバスケ部この人は才能があるって思ったのもスラムダンクを仕掛けた、うん、あのミス色ね、ブワーンがあって、うんってなる、あれがあったから、うん、桜木はすごい奴らってなったのに、うん、最後、最後の最後は、努力、血のねじも努力で身につけた2万本のジャンプシュートで決めるから、スラムダンクになるんだよ。そうそうそう。ザ・ファーストスラムダンクってことを、最初のスラムダンクが、赤木のズボンずり落として、傷見えてなる。だから、最初はそれこそ、なんかダイジェスト的な感じでやるんじゃないですか。うん、そう、だから俺も、1試合ってことないんじゃないかなって思って、ね。ほう。かっこない？普通に考えたら、最初に1試合見せて、はい、でその後に大きい試合やるとかじゃん。昔の映画は、はい、あの予選の中でたまたまちょっと戦ったなんか変なあれ、その起きたでしょ、それこそ。ああそうなんだ、留学生のそんなんやられたやつ、ね、そんなんやんないでしょ、そんなんやんないよね。だから絶対ある試合だよね。だからある試合ってなったらもう三能しかないの、ありえないですから、マジで。竹野さんの大好きなあのシーンも、えじわじわやるでしょう、じわみたいなぁ。回想シーンで赤木の家で、うん、赤木がこう椅子に座って筋トレしながら春子になんか今年どうみたいな、あそうだそうだそう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 、あそこ俺大好きなんですよ。あーいいよね、あそこが本当に好き、 あそこみたい、あそこが俺好きすぎるんだよな。これ好きでさばきたのね、退屈なんだよてめえらなんか、うん、あごひゃー安西先生のね。これめっちゃいい。だからさ、今でこそこうやってなんかそれこそ鬼滅の刃がさ、はい、めちゃくちゃヒットだとか、うんうんうん、呪術だやれチェンソーマンだとかやってるけど、はい、少年漫画の少年っていう概念を広げたよね。そうですね、少年漫画の少年って言葉がなんかこう青年まで行っちゃってる感じっていうか、なんかでもね、この当時、だからマガジンとか、その後マガジンとか、うん、チャンピオンとかの、うん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 、なんかそれ、GTO とか。わー、なるほどね。ね、なってくる感じの、なんかこう広がり方っていうか。なるほど。うん。
だから GTO とかも怖かったんですよ。ちょっとエッチなっていうかね、そうそう、アウトローだったり、そう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 、暴力的だったり怖かったりしてとか、うん、その一歩手前の範囲で収まってるんだけど、なんかわかるかも、確かに。なんかこのちょっと青年史観っていうか、未だにみんなワンピース読んでるみたいな、うん、なんかその少年漫画の少年って概念壊れてる感じ。わかるかも。バスケットゴール、バスケットボールカゴに椅子立ててや、うん、机立てて練習してんの小暮でしたわ。小暮が立ててんだよね。俺が練習してんのを赤木が見て、うん、見て、だからあの先輩お、なんか全員が全員お前みたいな熱量じゃねえんだよって言われて、でブチ切れた後に、うん、もう一人でバーって体育倉庫行ったら、うん、この机がいいパス返してくれないんだよ赤木。うわぁ あれなのよ。あの運命共同体なのよ。わーってめっちゃいい。わーって言うの。ゴリいたわ。ゴリなのよ。ゴリが集めてきた人じゃないじゃん。そうなんですよね。集まってきた。集まってきた人だ、ね。なんだ、私は拒絶してるんですよね。うんうん、うん。ゴリはね。そう、一人でずっとなんかこう、うん、変な話、一番めんどくさいやつじゃん。ゴリが。ね、で、その、でもまあ信じてる、正しいかもしんないけど、明らかに周りと熱量合ってないし、うん、あのアウトローな奴らが集まってきて、気がついたら、夢共有、ね、そう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 、夢を共有できる。で、その自分が今まで、そのみんなが受け入れてくれたから、言ってしまえば一番ど真面目なはずなのに、うん、アウトローになってたゴリに、うん、アウトローが集まってきて、なんかそれが、その正論になってる感じじゃん。そうですね。こ、うん、の世界がこう一変する感じめちゃくちゃ好き。だから俺は、うん、あの、前の動画でもね、言ってるんですけど、うん、あの、小暮が、両南戦のね、うん、これで勝ったらインターハイっていう時に、うん、小暮が試合出て、小暮がシュート決めて、うん、田岡が、そうだ、あいつも3年間頑張っていたんだ。あなたってはいけなかった。これは私、田岡のミスです。あそこの、そう、敗北の一員は私だみたいなやつだよね。そう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 、うんうん。あそこのね、小暮もそうなんですよ、実は。うん、そうね。ぶん殴られても、うん、大人になるよ、三井。っ、う、て、ん、もうメンチ切って言い切れる、うん、小暮も。靴を脱げね。そう。うん、靴を脱げね。ずっと行って守ってきた人たちと、うん、入ってきて、いい意味で壊した人たちの、うんうん、あのね、関係性がね、うん、たまらないの。そう。だから、そうそうそう。だから俺、そう、思い出した。思い出したっていうか、はい、思い出すまでもなく、当たり前にいつも言ってるけど、はい、やっぱ俺の理想のチームは湘北なんだっていうのを、俺、いつでも言ってるわ。嫌な部分がこう、翻って、信頼できる部分になるみたいなのが好きなんですよ。湘、はいはいはい、北の、嫌いだけど認めざるを得ない部分が仲間になった途端、なんかその、やっぱ任せられる感じ。そうですね。俺は湘北が理想であるっていう。だから、3回リバウンドやって失敗して、それでも4回目は飛ぶ、うん。その時に、絶対リバウンド取ってくれるっていう信頼があるから、みんな任してんだって、一、うん、人が、沢北だったかな、うん、って思ってる中、それを桜木がバーって取って、うん、転げながら、バーって三井にパスするんですよ。うんうん、で、三井は朦朧としながら、うんうん、回ってきた球を、バーって打って決めるんですよ。こいつまだ打ってるのかってね。みんなが信頼してるっていうのを、うん、敵も察し出すというか。そうそうそう。しかもだからこそ、スラムダンクって、プライベートほぼわかんないというか。そう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 。それがいい。練習外のこと全然わかんないんですよ。だからルカーとか絶対姉ちゃんいそうな感じだけど。いそう。めちゃくちゃいそうだけど知らないし。だから俺それもそうそう、それもね、話そうと思ったんだけど。あとだから桜木の親が出てこないのもめちゃくちゃいい。そうですよね。やっぱ出てきちゃダメだろうなとかも思うんだよね。でもね、一瞬出てくるんですよね。あの、いや、名前だけで。うんうん。あの、安西先生倒れた時に、桜木が応急処置で助けてあげたみたいな時に、うん、昔、親父が倒れて、うん、桜木の。で、なんか、大変だったみたいなことがあったから、うん、その経験で、その安西先生も応急処置で助けられたっていうのがあったっていうのをエピソードで言うんですけど、うん、桜木ってそんな過去あったんっていうのが、ちょっとだけ、ね、雰囲気あるよね。ちょっとだけあるんですけど、うん、あとは全然描かれないし、うん、てか俺ね、やっぱりその学校だからっていうのもあるんですよね。なんかその学校という、うんなんか、ランダムで、たまたまバスケを選んだ、うん、たまたまあの5人、うん、っていうのが俺はたまんないんですよ。あうわ、しかも三井とか一回辞めてるやつとかもいたりして、ねうん、マジでたまたま、この、だから、湘北が、多分この木伝説だけど、うん、その後なるかわかんない。そうそうそうあくまで部活で、あくまでチームでっていうのを、全チーム、平等に、うん、フェアに描いてるから、すごいなって思う。すごいね。入れないもんね。入れないですもん、だから。
入る要素ないよね。だから部活入って俺の勝負を作ろうになるんですよ。あ、そうかそうかそうかそっちになる。俺はあの卓球部に入ってあの稲中卓球部やってた。結構リアルに稲中卓球部みたいなことやってた。体操部とかのね、女子の体操部とかいるんですけど、うん、それそのバスケごっしりこう体操部をこうやってみんなめっちゃいいなぁ。男子とかも何人かいて羨ましいなぁ。体操部だったなぁ。そうね、体操部だったなぁ。体操部だった。結局漫画が好きでね、読むのが好きでやって、読むのが好きなんだよなっていう、うん、ということで、はい、12月のスラムダンク楽しみにしましょうと。なんかちょっとこう、うん、映画のなんか勝手な予想会みたいにもなりましたけど、そうだね、これが当たってるかどうかは公開してからのお楽しみということで、はい、おまけの夜のチャンネルでもねスラムダンク会出てるので、うん、ぜひ見てみてください。あのチャンネル登録とかもお願いします。よろしくお願いします。以上、秋田明でした。バイバイ。木村さんでした。